さあ、お疲れ様です。バナードです。月に一度月末は恒例のミッフィー Vlog でございます。今月はね、ちょっと残念ながらイベント的なものはねちょっと開催されなくて、今回はちょっとね開封動画みたいな感じでお送りしようと思ってるんですけど、来月来ますね。渋谷です。渋谷ヒカリエ2階イベントスペースに行って、こちらミッフィーのお花屋さん、フラワーミッフィーですね、ポップアップショップが渋谷で開催されると。ありがとうございます。まあ、浅草にあってなぜこうあえて渋谷で開催するのかっていうのは、やっぱり渋谷限定のオリジナルな何かが来るんじゃないかと見てます。まあ、フラワーミッフィーのポップアップはね、前回埼玉県大宮の大宮駅の近くの丸井だったかな、大宮の丸井で開催されたポップアップは、まあ、Vlog 撮りに行ったりしてたんですけど、今回まさかの渋谷っていうね、なんかまたちょっとこう、浅草にもあるのに渋谷でどんな感じでやるんだろうってすごい気になるんですけど、まあ、6月のミッフィー Vlog はもう先に言っちゃいますけど決まりです。もうポップアップ、ようやく、実体験系のイベントですね。ちょっとまず散財しないように気をつけなきゃいけないんですけど、ちょっと黄色をテーマとしたポップアップなんですね。6月の2日から15日まで渋谷ヒカリエの2階で開催されるみたいなので、皆さんもぜひ行きましょう。これはねやばいですね。フラワーミッフィーはね、まあ、要するにこうミッフィーモチーフ、ミッフィーをテーマとしたお花屋さんですね。お花も売ってるんですね、浅草。ちょうどね3月のミッフィー Vlog かな、フラワーミッフィー浅草にちょうど行ってる Vlog も出してるので、ちょっとドリンクとかはさすがに出ないかな。ポップアップショップなんで、まあグッズ、いろんなグッズが見れるかなという気がするので、ちょっと楽しみでございます。で、今月5月はですね、ちょっとまあグッズの紹介なんですけども、テトラフィビッツ全種類購入できました。吉祥寺のミッフィースタイルで、冒頭の Vlog で、見ていただいたと思うんですけども、無事に全種類購入できたので、ちょっと、間違って買ってないか非常に不安なんですけども、早速ねテトラフィビッツミッフィークリアカラー、全12種買ったので、購入品紹介的な感じで見ていただければと思います。さあ、というわけで、ちょっといつも若干違う開封スペースに来てるんですけども、こちらですね、今月のミッフィービログ、開封ですね。グッズ、テトラフィビッツミッフィー、今回クリアなテトラフィビッツが出たので全種類購入してきました。でね、テトラフィビッツね、ちょっと在庫の見直しがあったのかわかんないんですが、普通に買いましたね。販売開始してからちょっと時間経っちゃってたんですけど、全然まだ在庫はありました。吉祥寺のミッフィースタイル、僕のオアシスで今回は購入しましたね。さあ、ちょっと開けていきたいと思います。で、今回ね、この袋が黄色とオレンジがあるんですけど、ブルーナカラーとパステルカラーっていう2種ありますね。で、それぞれがね、6種類あるので計12個買いました。で、ちょっとブルーナカラーから開けていきましょうかね。これね、ただね、クリアパーツクリアになるなったことで、ちょっとね買うの大変でしたっていうのも、違いが分かんなかったりするんですよ。これよーく見ないと、このパステルの方と、これとか特にそうなんですけど、これ今動画撮って見てるとわかるんですけど、お店でね、このどっちも黄色みたいな、パステルの方のイエローとブルーナのイエローがね、最初わかんなかったりして、ちょっとね、全部カゴに入れるのに時間がかかりましたねはい、まあそんな余談は置いといて、ちょっとブルーナカラーから開けていきたいと思います。袋はね、ちょっと三角の感じのパッケージです。よいしょ。さあ、まずはじゃあ青ですね。わあ、かわいい。あ、そう、今回ね、なぜここで開けてるかというと、まあちょっと背景をね、白のところで開けないとクリアなんでね、本当にこんな感じで透けてるんで、今回ちょっと白背景で今撮ってます。ピ
ピンと、あ、来てるかな、ピンと来てるか、こんな感じですね。まあ、ベーシックなテトラヒビッツの、まあ、立ってる状態のミッフィーですね。あ、いいですね、これは可愛い。ちょっと次はですね、こちら黄色も開けていきましょう。黄色はこんな感じですね。じゃじゃん。まあ、特に変わりは形とかは同じなので、本当色がちょっと違うっていうところですね。違うだけなんで、ちょっとサクサク開けちゃうんですけど、じゃん。これはブラウンですね。ブラウンのミッフィーでございます。さあ、これだから本当にクリアなんで、後ろに青いもの持ってくるとこういう感じで青くなるんですよね。なので、まあちょっと飾るのは一工夫ちょっと必要なのかなっていう気もしますね。うん。で、こちらがですね、グレーですかね。グレーなのか、ちょっとミリタリーっぽい緑なのかわかりませんが、ちょっとグレー、まあグレーですよね、多分ね。こんな感じのもあります。グレーとか白系はちょっとおしゃれな感じに見えるんですよね、心なしか。またそれもいいところかなと思います。はい、まあこれ1個安いんでね、120円とかかな、100円とかで買えちゃうんで、本当にバンバン買っちゃうんですよね。続きましては緑ですね。まあ緑も安定ですよね、本当にいい色、これもまた素晴らしいかなと思います。うん、クリアになってことで、ちょっとこのボディの部分の内部が透けて見えてるんですよね。うん、なんか作りとかも分かるのは、またそれはそれで味があって面白いかなと思いますね。で、最後がこの一番好きなカラーですね、オレンジ。やっぱこれですね、これは一番好きなカラーですね。ブルーなオレンジ、濃いめのオレンジなんですよね。そう、これはちょっと飾りたいな。デスクのどっかにレギュラー入りしたいですね。かわいい。で、こっからはちょっとね、パステルカラーで、よりちょっとサイドが薄めなので、まあ、なるべく動画でわかりやすいような色味調整にはしたいんですけど、これも何色なんだろうな、これ。これパステルブラウンかな。これもまたちょっとね、なかなか薄く色がついてるような感じですね。レトロな感じがしますね、ちょっとね。でも可愛い、可愛らしいですけどね。で、まあパステルで僕、じゃあちょっと一番好きなやつを早速開けちゃいます。こちらですね。まあ、このパステル系の中では一番好きなミントグリーンですね。ちょっと薄めの緑な感じですかね。これがパステル系では一番好きな色かな。さっきのに比べても発色もいいのでね、非常にいいかなと思います。そしてお次はパステルのブルーですね。薄い本当に優しい色味で彩られたテトラフィビッツクリアですね。これもまたいいかなと思いますね。まあ、基本的にポーズとかは変わりがないので、色が違うっていう感じですね。さあ、そしてこちらパステルのイエローですね。やっぱりブルーなカラーに比べるとなんか繊細な色というか、まあ、でも色の濃さで言ったらこっちの方が濃く見えるのは目の錯覚なのかな。発色はブルーなカラーの方がいいですけど、色が濃いのはパステルの方ですね。うん、もしかしたらこれオレンジかもしれないですね。さあ、そしてまあパステルカラーといえばやっぱり紫は外せない色ですよね。パステルな紫、これもこれで可愛いですね。パステルにしかない色を買うのはおすすめですね。クリアパーツが映える、どっちだろうな、どっちの方が映えるんだろう。ブルーなカラーの方がクリアパーツのテトラヒビッツに関してはいいかもしれないね。そしてこちら最後ですね。ピンク、薄ピンクの
薄ピンクっていうか、まあパステルですね、パステルのピンクのミッフィーでございます。こちらもこれもなかなか可愛いですね。これは世界観に合った色味で非常にいいかなと思いますね。可愛らしいミッフィーちゃんでございます。はい、これが全部開けれたかな。ちょっと真ん中の方に集めてみましたなんかシュールな感じですね。やっぱクリアパーツだからかな、なんかすごいシュールさがありますけども、今月のミッフィー Vlog はテトラフィビッツクリアカラーの紹介でございました。で、最初に申し上げたようにですね、来月は渋谷にフラワーミッフィーポップアップがやってくるので、そちらの Vlog を撮れたらなと思います。だからちょっと今月はね、イベントとかも特になくて、でブルーナテーブル行きたかったんですけど、ちょっと行く余裕もなかったので、まあ、ちょっと簡単なミッフィーブログ、今月はこちらでお送りさせていただきました。バーナード Vlog では、こういったミッフィーの Vlog 月に一度更新していたり、私が独自の目線で可愛いと思うものを日々紹介しているチャンネルでございます。もし趣味が合う方がいたらまた遊びに来てみてください。ミッフィー Vlog は結構ね、僕のチャンネルの中では歴史が長いので、過去の動画もよかったら見てみてください。スカイツリーのオープン記念とか結構いろんな方に見ていただけるので、そういった動画とかもぜひぜひね Vlog 見てみてください。今日はちょっとね、テトラフィビッツの紹介っていう感じでお送りしましたけども、僕はね普段ミッフィーに関しては体感できるミッフィーをね、ブルーナ世界観を体感できるイベントが好きなので、そういったイベントをね楽しみに待ちながら過ごしていこうと思っております。はい、というわけでバーナードでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。